ウェールズ公チャールズ、1948年11月14日帯は、イギリスの王族。王位の法廷推定相続人で、第21代ウェールズ公イギリス陸海空軍元帥、皇帝は、クラレンスハウス。母のエリザベス2世が1952年2月6日に女王に即位して、以来、68年間王位継承順位第1位で、あり。 71歳での法定推定相続人は2019年5月1日現在、世界第2位の年長者である。弟は、ヨーク公爵、アンドルー、ウェセックス伯爵、エドワード。妹は、プリンセスロイヤル・アン。1948年11月14日に、エディンバラ公フィリップと同公爵夫人、エリザベス王女の第一子、長男として、バッキンガム宮殿にて誕生。 12月15日には宮殿内で宣令を受けた。国王の女系、母系子孫は王子の称号を与えられないというのがイギリス王室の原則であったが、チャールズの場合は将来国王になることが確実であったため、ジョージ六世国王は自身の初孫でもあったチャールズを王子とする直令を出した。また、生まれた時の姓はウィンザーだったが、1960年に 母のエリザベス二世女王は、父のエディンバラ公爵、フィリップ王イとの間に誕生したこの生を、マウントバッテンウィンザーとする数密印令を出した。幼少期のチャールズと両親、妹のアン王女との家族写真1952年2月6日に、祖父のジョージ六世国王が崩御し、母のエリザベス王女が、 イギリス女王に即位すると、長男チャールズは推定相続人として、王位継承順位が1位となる。それに付随して、コーマオール公爵並びに、ロッシー公爵の称号を得た。さらに1958年には、母女王から、ガーター勲章が授与され、チェスター伯爵とウェールズ公の称号を得た。事実上の立大使にあたる。幼少時から、将来のイギリス国王となるべく、父、 フィリップの意向で厳しい教育を受けた。特に息子にも自身の母校に通わせたいという父の勧めで、バークシャーのグラマースクールやスコットランドのゴードンストーン校で中産階級の児童らと就学したことが多かったが、当然のことながら階級社会のイギリスにおいて、チャールズと同一階層の生徒が一人もいなかったため、いじめやからかいの対象になってしまった。この経験が原因で自分が 父親となった時は二人の息子、ウィリアム王子とヘンリー王子を上流階級が多数を占めるイートンカレッジに通学させたとも言われている。1966年には、アストン・マーティンの工場を訪問した母上より、同社の d b 6ボランテを誕生日プレゼントに贈られた。その後も同社のモデルを愛用し、後に同社にはラントをお貸ししている。1967年10月に、 ケンブリッジ大学トリニティカレッジに入学した。在学2年目には、ウェールズ語と歴史を学習するために、ウェールズ大学に入学している。1968年には21歳で、ウェールズ校としての助任式を行った。1970年には、イギリス議会上院の貴族院に議席を得ている。ノルウェー訪問時スペイン訪問時ケンブリッジ大学への入学後に、 イギリス王室の習慣にのっとり、イギリス海軍とイギリス空軍に入隊した。1971年3月以降に、イギリス海軍のデハビランドカナダ DHC-1 と BAC z プロボストでの飛行訓練を経て、小型ダーボプロップ機のォーカーシドレーオーバーや、王室専用機で、中型ジェット輸送機の BAE-146 の操縦も行っている。 またダートマスのイギリス海軍学校での訓練を経て、イギリス海軍駆逐艦のノーホークやミナーバ、ジュピターへの乗務を行った。1976年2月には総海邸ブロニントンの定長となった。この頃より国内の貧困問題解決にも取り組んでおり、1976年にはイギリスの貧困層の若年者に対する学業の機会や 職業訓練を与えることを目的に活動するザ・プリンストラストを立ち上げたチャールズ王太子自らが特にイギリス連邦諸国からの移民の貧困問題解決に取り組む活動に対して様々な形での支援を行っている。また、環境問題にも強い関心を抱いており、自身の私的な不動産であるコーンウォール香料では有機食品を生産している。また、 自らが所有するハイグローブの別荘で栽培された農産物を使用している。さらに、自ら所有する家庭菜園でも有機農法を実践しているなど、自ら様々な形でそれを実践している。アメリカ合衆国訪問時1979年8月に幼少時より仕立っていた海軍元帥でもあるルイス・マウント・バッテンが休暇に訪れていたアイルランド北西部のドネゴール湾で、 ヨットで出港直後に IRA 暫定派の仕掛けた爆弾により爆破され死亡した。これにチャールズは大きなショックを受けたと言われている。マウントバッテンの突然の死に気を落としたものの、1980年7月にサセックス・ペットワース近くのカントリーハウスでバーベキューをしていた際にマウントバッテン郷の死を悲しんでいる王大大子使をスペンサー伯爵令状ダイアナ・フランセスが あなたの寂しさは理解できるし、あなたには誰かが必要だと慰めたことに心打たれ、その後に交際することになる。1981年2月6日に、チャールズがウィンザー城でダイアナに求婚した。チャールズはスキー旅行に出てる間、どんなに貴女に会いたかったことかと述べた上で、私と結婚してほしいと簡潔に求婚したが、ダイアナは冗談だと思って笑っていたという。 チャールズは、真剣な求婚であることを強調し、貴女はいつの日か王妃となるのだと述べたという、ダイアナはこのプロポーズを受け入れた。チャールズの決定により、王太子の結婚式は1981年7月29日に、セントポール大聖堂で挙行されることになった。祝典は、実質的に結婚式前夜の7月23日夜から始まっていた。 ハイドパークでは1万2000発の花火が打ち上げられ、国中がお祭り騒ぎになった。イギリスがこれほど全国民挙げての祝賀ムードに包まれたのは1953年のエリザベス2世退冠式以来のことであったという。セントポール大聖堂には世界中の王族や元首などが集合していた。日本の皇室からは皇太子、秋人親王と道子皇太子妃が アメリカからは、ファーストレディのナンシー・レーガンが出席していた。この結婚式の模様は、テレビ中継され、全世界70カ国7億5000万人もの人々が、視聴し見守っていた。新婚旅行は、王室専用ヨット、ブリタニア号での地中海と英外海のクルージングだった。マスコミに追い回されないよう、王立海軍の協力を得て、国費裏に行われた。 マスコミはギリシャに飛んで王太子夫妻を探し回ったが、ついに発見できなかった。ロナルド・レーガン及びナンシー・レーガン米、大統領夫妻並びに、チャールズ王太子及び、ダイアナなど否定の一人、ヨーク公、アンドリュー王子の結婚パレードの際のチャールズとダイアナ。その後チャールズは、妻のダイアナと共に、日本やインド、アメリカやスペインなど世界各国を訪問したほか、 多くの王室の公式行事のみならず、民間の行事にも一緒に参加している。また1982年にはウィリアムが、また1984年にはヘンリーと二人の王子が誕生するなど、二人の関係は良好に続いていくかに見えた。しかし、ダイアナは窮屈な王室のしきたりになじめず、また、チャールズの音楽の趣味や狩猟などの保守的な趣味に対して否定的であり、 夫婦相互の溝は広がりつつあった。なお後のダイアナの発言によれば、1984年に次男ヘンリーが生まれた時点で、気持ちの上での二人の関係は終わっていたという。実際に、チャールズは1985年から1986年にかけてコーンウォール高領のハイグローブ邸で居住することが増えた。1987年には、ケンジントン宮殿は、 チャールズ不在状態が状態化してダイアナが事実上の女主人になっていたという、同年の王太子夫妻のポルトガル訪問にも夫妻は別々に寝床をとっている。チャールズは婚約以来、カミラ・パーカー・ボールズとの関係を断っていたが、この頃から交際を再開するようになった。さらにダイアナも複数の男性との不倫を繰り返した。このような中でダイアナは、1992年10月の 大韓民国訪問の際、露骨かつ子供じみたデモンストレーションを行った。すなわち、チャールズと一緒にいるときは不機嫌そうな顔で、一緒にいないときはにこやかな顔で、マスコミの撮影に応じたのだった。その後、チャールズとダイアナの合意により、1992年12月9日に大太子夫妻が別居生活に入ることが正式に発表された。 ダイアナが暮らすケンジントン宮殿からは、チャールズの私物や痕跡が取り払われ、一方チャールズが暮らすハイグローブ帝からは、ダイアナの私物や痕跡が取り払われていった。その後1993年12月3日に、ダイアナは王室における公務からの引退を宣言した。ダイアナの葬儀1996年2月28日に、チャールズとの会見を終えたダイアナは、 離婚の合意に達したことを発表した。その中で彼女は、今後も、実の母親として、王子二人の養育に関する全てに携わり続け、またプリンセス・オブ・ウェールズの称号を維持し、ケンジントン宮殿にも泊まり、セント・ジェームス宮殿にある執務室も運営し続ける、胸を一方的に主張した。これに対して女王は、非常に興味深いという、冷ややかな反応をすることで、 自分勝手な言動を繰り返すダイアナの称号を、今後の役割、財産分与はまだ決まっていない旨を示唆した。その後も、ダイアナとの離婚交渉は4ヶ月にわたって続いたが、8月28日の離婚確定判決をもって、正式に、チャールズとダイアナの結婚生活は幕を閉じた。その後ダイアナは、ハスナット・カンド・ド・ディアル・ファイドとの二股交際を行った上に、 チャールズとの関係や王室への批判をマスコミにばらまいた。なおその後1997年8月31日にパリで交際相手のアルファイドと共に交通事故死したが、この際にチャールズはダイアナの姉妹と共にパリへ移動している。ダイアナがパパラッチによる過剰な報道からとにかく逃避するがために法定速度を超過した自動車に同乗していて事故死したことや、その後も 自身や二人の王子に対する過剰報道が続いたこともあり、チャールズは報道機関に二人の王子に対する報道の自粛を要請。イギリスの各報道機関との間で協定が結ばれた。ブリタニア号このような状況下でもチャールズは公務を続け、1997年6月30日の香港の返還、上都式典や中香港イギリス軍の撤収式典に、 クリストファー・パッテン総督らと共に参加し、翌日、かつて、ダイアナと同乗したヨット、ブリタニア号で、中華人民共和国領となった香港を離れている。なお、チャールズは、リベラルな発言、行動で知られており、特に、中国共産党の一党独裁国家である、中華人民共和国には、冷ややかな態度をとっている。香港返還式典の際には、チャールズが日記で、 中国共産党の上層部を恐ろしく古びたろう人形のようだと表現していたことが話題となった。1999年に中華人民共和国の江沢民国家主席がイギリスを公式訪問した際、チャールズ王大,大使は中華人民共和国政府側が中英中国大使館で開催した東霊夕食会を意図的に欠席したとされている。また同国が 軍事侵略したチベットには長年強い関心を寄せており、チベット仏教の最高指導者、ダライラマ14世とも交流がある。2008年1月には世界の要人でいち早く北京オリンピックの式典、競技に一切出席しない意向を民間団体に表明したことが明らかになった。同年3月に中華人民共和国が実行支配している。 チベット自治区において騒乱が生じた際には、3月20日に5月頃、ダライラマ14世と会談することが公表された。ジョージ・ダブルー・ブッシュ及びローラ・ブッシュ米、大統領夫妻並びにチャールズ及びカミラ夫妻元妃の死後は、カミラと公然と交際するようになり、事実婚の関係にあったが、2005年4月8日に、ウィンザー城礼拝堂で正式に結婚することが発表された。 しかし、教皇ヨハネ・パウロ2世の葬儀が4月8日に取り行われることになったため、4月9日に延期された。二人目の妻カミラは亡き前妻ダイアナに配慮して、コーンウォール公爵夫人と称することが発表された。すなわち、プリンセス・オブ・ウェールズを名乗ることはない。イングランド国教会にはその主張たる国王が、離婚経験者と結婚することを認めない規定があり、実際、 エドワード8世は離婚歴のあるウォリス・シンプソンと結婚するために対している。多くのイギリス国民の間ではスキップ・チャールズとも言われ、エリザベス二世没後の王位は息子のチャールズではなく孫のウィリアム王子が継承すべきだとする世論が多数を占めている。バッキンガム宮殿のバルコニーに立つチャールズ2011年4月20日には、 王太子の在任期間が59年2ヶ月14日となり、これまで最長であったエドワード7世の記録を抜いて歴代1位となった。一方、チャールズがプリンスオブウェールズに助されたのは9歳8ヶ月の時だったため、その後も生後すぐに助されたエドワード7世の方がプリンスオブウェールズとしての期間が最も長かった。だが、この記録も2017年9月9日に、 チャールズによって更新された。現在も国内外で活発に公務を行っており、2015年5月にはカミラと共に初めてアイルランドを公式訪問している。また、2013年と2014年、2015年と3年連続でサウジアラビアを訪問している。なお将来イングランド国境界の主張につく立場ではあるが、 他の宗教に対しても寛容な姿勢で知られており、イギリス国内におけるイスラム教の研究に様々な貢献を行っている。2020年3月25日、2019、新型コロナウイルスの検査で陽性となったが、症状は軽いと伝えられた。チャールズ王太子の文章1958年7月26日以降の完全な称号は以下のものとなっている。 各国における故障や称号、勲章はチャールズ王太子の称号と勲章を参照。将来の王名としてはジョージ七世を希望しているとの説がある。2005年にはジョージ七世名の採用を内々で検討していると報道されたが、王宮はこの報道を否定し、当時は王名についての検討は言ってないとしている。チャールズ一世と二世がすでに存在するため、 チャールズを名乗った場合には三世となるが、18世紀にジャコバイトに支持されて王党奪還を目指した若歌王もチャールズ三世を自称した歴史がある。イギリスの時期多い継承者であることから、本来なら王太子とすべきであるが、日本の報道では一般に大英帝国時代の皇太子と設定することが慣例となっている。チャールズがロイヤル・ワラントを与えたブランド。 2017年3月時点では、合計159社がワラントを授与されている。ありがとうございます。